怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあ、そこを離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、受けて立つ。来い。よし、思いっきり戦うぞ。ダメ、この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかん。あそこにさえ戻れ。もう抑えられない。吸い込まれ。お前がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。
ちゃん、必ず必ず助けるから。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユウ、そろそろ起きろよ。おいミユウ、飯が冷めるだろう。あいつまた一人で。ビー、雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。ごめんなさい。ちっ、わあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりえ。たくま？ああ、なんでもない。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕、こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もうまたそうやってふざけて。
葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？今日はそれとここ、それにここもかしら。ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、まあ俺にはそこまで面白くはないけどな。もう、たくまくんだけが頼りよ。みのるくんの家事を取ってくださいね。いや、僕もみのるの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。俺今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活で吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。
ね。ちっ満開の桜を前にして舌打ちって、人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえ。
て、この桜。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。うん、そういう話は今はいいから。それより、私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方は、なんか参道じゃない？パトカーが？参ったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。なあ、ドクマ。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？け、くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ田舎者が。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ま、ちげえよ。くっ、田舎者って失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。け、なもう本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのミュウ、お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだよ物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。リョウだってあれ苦手じゃない。リョウもさ、ついでに見に行かない。ひっ、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おい、みゆう、だったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。だいたい何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り。なあタクマ、どうする？
面白そうだな。そうそう、俺もそう思ってた。おい、そこの女の子。ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つーか、何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ、行くぞミュウ。まあまあ、そう言わないで。もう、リョウったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ、待ってよリョウ、ミユちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね。あと、なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい、あ、誰か来たぞ。あら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルが。すんません。でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持って。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろう。さあ、多分。もうミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明、この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？うそだ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それきっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって。地元も、ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち、確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。地図に載ってないから
どこを探していいかわからないわ。仕方ない。とりあえず涼くん、咲くんたちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。じゃあ一緒に涼くんと咲くんを連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近…すまないが、そこの君たち、確か俺はここら辺に住んでるもので、今妹を妹さんを。ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹は、なんていうか、小動物っぽいやつ。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミュってことは、イメージがだいぶ違うしな。ミュ、今ミュって言ったか。おう、言ったけど。ミュちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん、失礼よ。いや、でもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミウはどこに行ったんだ。ごめんなさい、実は私たちも人を探して俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちが葵さん。僕は引率の修士、よろしく頼むよ、カイト君。
なあ、みんな。決まってるだろ。今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で。なん？え？本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと。どうし、こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ。確かにそうね。室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシだ。それもそうだな。よし、みんな取り。さきたち、こんなとこ通って行ったのか。使われてるの？外からは随分ボロボロに見える。少なくとも俺がこっちに来てからは使われてないな。この先は地元の悪ガキたちだって近寄らねえとこだ。長いこと人の手が入らなかった場所だぜ。野犬とかイノシシとかマジの獣だって出るからな。あいつらそんなとこに。ミユの奴が一緒だったなら気にせず進んだろうな。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？こら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん。でもこんなの見たらさ。これは。こんなところにどうして。もしかしたらここは神聖な場。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。おう、この村じゃたたりがあるとかって。子供たちが遊び半分で入らないように。なにトンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。
というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて、そう、秋に咲く花。一体どういうこと？おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りに咲たちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るの？まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。
た目は普通の人。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃない。でもさ、撮影はやめておこうよ。みんな、そうよ、早くサキさんたちを見つけてあげなきゃ。こんな場所できっと不安だろうし。わかったよ。ほら、さっさと行くぞ、早く見つけてやんねえと。ああごめん。変わったご神体なんてそりゃあ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか、まが、あと割とポピュラーなので、エッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか、女の子もいるんだぞ。もう、みの、それにしてもここって今回の課外学習の伝承。さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。Thank you.
ます。これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ誰かから話の一つでもおかしくないはずだが、ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト、一人で行くな。もたもたしてられっか。ミユに何かあったらどう。しょうがない、僕らも行こう。おーい、サキリョウ。いたら返事をして。いたいた。急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。壁一面に絵が。なんつうか、圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。おい、そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった、ごめんな、つい。見た感じそんなに広くないけど、もしだとしたら僕たちだけじゃ危ないかも。確かに二重遭難の危険もあるし、あんま深くまで行かない方がいい。うん、同感だ。ここは一度学校に戻って。ちっ、何悠長なこと言ってやがる。それなら俺だけでも行くからな。どうも。誰？そう。
君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？僕たち。そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね。研究…調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭…じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？それなんですが、俺は他んとこ探してくるわ。こら！修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。Thank you.
なんだなんだ。あ、この子ミュウちゃんじゃない。どうしたんだ、何があったの。なんか変なのにいきなり出くわして逃げて、あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、ソウト、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだ、この、確かに。さっきまではこんなじゃなかったのに。これ、迂闊に飛び出したら、俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それより、サキさんは、さっきの日。何？何かに襲われてるの？痴漢とか？こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か？おい、なんか今光らなかった？さあ、声のする方に行ってみましょ。見間違いじゃないのか？この霧でよく見えないよ。それにしても私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴がさ。ああ、おい、サキ、リョウ、大丈夫か。待って、なんだあれ。違う、動なんだって。そんなバカな。またあの音だ。この辺、こっち来んな。あれは何なの。おい、どうした。さっき悲鳴が聞こえたが、ミエ、そこにいたのか。え、お兄ちゃんがなんで。待ってて、サキさん、今助けるから。アオイちゃんなの？待って、こっち。早く助けろよ。変なのが、こっち。どうします。来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。何やってんだ、早くしろよ。あれは獣神、まさかそんなこと。まずは話。そうだよ、子供が何かかぶってふざけてる。待てよ、修二さん、子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。修二さん、危ない。たくまくん、なんだこいつ。かすって、大丈夫か。すまない、君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。
いつの間にか。まずい、だんだん近づ。気をつけるんだ。むやみに動いたら危な。シュッさん。ここ神社の下。あ、そうだ。
ていないな。おーい、ミノル、アオイさん、誰か。通話可能エリアの外？あ？音が聞こえなくなった。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、生きるだけ。しげ、あれ？あ、草むらの中、草が避けてるとこがある。見えないけど、うん、そうだ。急に見えるようになったような。ちょっと様子を見てみるか、うん、ダメだ、全然見えないし。確か見えないものが見えるようになる。スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。よし、や、一瞬だったけど。でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。うわ、なんだこの生き物は。変な生き物。しょ、うわ、トーチ来るな。こんな生き物見たことないぞ。一体なんだ、なんなんだこいつは。こいつじゃない、僕コロモン。お前のことずっと待ってた。コロモン？お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたって。どういうことだよ。そう、僕、タクマのことずっと前から待って
たいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供、たくまに会えて嬉しい。たくまが必要でここに来るのずっと。必要ってどういうことだ。とにかく僕にはたくまだけなんだ。僕はたくまを。なんだよそれ、意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは、たくま、さっき自分で子供って言ってたよ。それは違くて、とにかく子供じゃない。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐムキになるところ。うるさい、いいからこっち来るな。待ってよタクマ。この野郎、そうそう舐められてたまるものか。見た感じ動きは鈍そうだし、油断さえしなければ。こいつ、まずい、また突進してくるつもりだ。逃げて。お前は衣？こいつは気が立っている。早く逃げて。待って、僕がこいつを引き止めてるうち。さあかかってこ。うわ、なんだよお前、弱っちいじゃないか。僕なんて構わずに。だって僕はタクマを守らな。あ、まずい。てるもんか。たくまって頼もしいな。コロモン、せめてお前だけでも逃げろ。そんな、たくまを置いて逃げる。だからそれはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。僕もなんだかやれそうな。タクマ、
まん。頑張るぞ。僕の番だね。どうにか勝てた。コロモン、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。タクマ、違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。まずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも全部タクマのおかげだ。僕のおかげって。そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。たくま、ありがとうな。
どういうことだよ。その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ。ああ。そうだよな。お前に聞いた僕が間違ってたよ。いや、今のは褒めてないからな。とにかく、こんな変な生き物を見たら、みんな…みんな…そうだ、みんな…ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあって、この近くの神社まで来ることに一度は全員集まったんだけど、土砂崩れに巻き込まれて、みんなとはぐれたんだ。そうだったのか…とにかく、一度校舎に戻らないとな。でも、こんな見知らぬ土地で、森の中…霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ、好き好んで入るわけないだろ。またあの変なのに襲われたら、ひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性…なあ、アグモン。さっきの石の化け物って…あれ、お前の仲間なのか。仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の…いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？ひょっとして、あの岩みたいなやつ以外にも化け物いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、けむくじゃらないやつ、他にもいっぱい。もちろんいいやつもいるし、悪いやつもいる。どっちバイクは…ちょっと頭クラクラしてきた。僕、頭を打ってどうかしてるのかな。ん？うん、これからあの岩の化け物に、まさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰か化け物じゃないぞ。岩みたいなやつなら、そいつの名はゴツモン。へえ、それぞれ固有の名前があるんだな。とにかく、僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらに、はぐれた仲間を探したい。アグモンも、協力してくれるか。おう、僕はタクマと一緒だ。わかった。よし。ああ！今のは、悲鳴？うん。人間の悲鳴だと。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。おお、
やばい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 、なんなんだよあれ、なんで岩の化け物に追いかけられた。ミノルくん、葵さん、そんなこと言ってもあいつ追いつかれたらやばいんだよ、早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら。でも私もう動けない。どこかに隠れて助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし。ほこら、あそこだな。ほら葵さん、早く行こう。この音、俺がこいつを何とかするから。葵さんは逃げて。ダメよミノルくん、危ない。相手が一匹なら、ヒーロー、そこまでだ。この子たちに近づかないで。ゲン増えた。この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。あなたのことは私が。お前たちもう大丈夫。こんな数無理だ。